そのさ、ダブルタッチってみんなさ、もう相手が足を出してきたら抜けるダブルタッチじゃん。ダブルタッチじゃないんですよ、最初。名前変える？名前変えるか。変わってるよ、もう。4D、4D。こんにちは、RWS ドリブル塾代表の森影です。相馬コーチです。高木コーチです。はい、今回はね、何やっていくかというと、ダブルタッチ。知ってましたよね。はい。ダブルタッチ。で、そのさ、ダブルタッチってみんなさ、もう相手が足を出してきたら抜けるダブルタッチじゃん。じゃなくて、相手に足を出させるダブルタッチ。通称、4秒スタッチってなります。イェイ。4秒してことは、4回触る。4回触る。まあ、4のリズム。ダブルタッチじゃないんですよ、それ。名前変える？名前変えるか。変わってるよ、もう。確かに。4秒しダブルタッチはちょっと長いし、ね。4秒しなんか、2個ある。4D、4D、4D、4D。おかっこいい。 4D いいね。 4D いいね。 4D にしよう。 4D にしよう。 はい、 4D やるよ。 4D いいじゃん。何それみたいな。 4D タッチ。 4D タッチ。 4D タッチいいね。 4D タッチいらない。 いや、タッチないとお前なんかゲームになるから。 映画館みたいな。 4D タッチで、まあ映画館にはならね。 4D タッチ 3D。 そう、3D と 4D タッチ。 3D VR 的ない。 違う。はい、4秒タッチっていうのをやっていくんですけど、これね、夏休み毎日やってほしい。夏休み毎日やって、週末の試合とかにチャレンジする。チャレンジしましょう。そう。で、しかも練習方法簡単。こうマーカー置いてあるんですけど、マーカーからマーカーもうほんとこの何メートルぐらい？ 5 メートルぐらい。5メートルぐらいで、もう進んでいくだけ。一人できちゃうっていう練習をやってきますんで、まず僕がお手本やってきますので、そちらをご覧ください。それでは、レッツゴー。ゴー。はい、それでは実際にね、今の、4秒スタッチ、はい、解説ポイントをお話ししていきたいと思います。はい。で、高木コーチちょっと前ですか。で、これが実践の…丸かぶりやん。丸かぶりやん。気使えよ。お前だよ。お前だろ。カメラマンになりたいんだよね。今の、この4秒スタッチが、どういう風に仕上げるか。要は、普通の、ね、皆さんが知っているダブルタッチっていうのは足だそうですか。出してきたところを抜く。で、これって出してくれれば抜けないけど、出してくれなかったらどうなるかっていうと、違う。出ちゃってんじゃん。出さないでついてこう。出してくれなかったらどうなるかっていうと、このまんま移動されちゃうんですよね。でも今僕がやった4秒スタッチやると、その最初の1、2っていうこの動作、この動作をラボバーって言います。ラボバーで、これをやることによって相手の重心、まあ、体ですね、体を一回こっちに持ってくることができる。持ってきたところでこういう風に抜けます。で、相手はさらにこの瞬間にこれだと思うから、ここで3、4とかわして前を抜いていくと、こういうための、練習の方になります。で、練習メニューのポイントなんですけど、まあ、右利きの子はこの状態で向こうに進んでいくんですけど、最初の1、2 この時のポイントが1、2、ドン。これボールと足ちょっと隙間ありますよね。こっからボールを触ろうとするときに、この時間があるんで、相手の方が足を出したときに相手の足に先に触られてしまう場合がある。だからこそ1、2でボールとなるべく近くに足を置く。で、3、4、1、2、3、4と進んでいきます。あともう一個イメージすることは、1、2のこの時に自分の体が進む方向に対してこうやっていかないように、こういうダブルタッチになるのよ。今ボールどこに転がりました、はい、そう、前に行っちゃうと相手前にいるからこれ引っかかっちゃうんですよ。なんで1、2でしっかりこっち側に、まあ、トランポリン、よく言うよね、この形にトランポリンにぶつかるイメージ。ぶつかったら跳ねる。そう、跳ね返る。ぶつかったら跳ねる。ぶつかったら跳ねる。
かったねっていう感じで跳ねるの大事っすよね。跳ねるの大事、ボールしか動かない人多いから結局相手が抜けなくなっちゃう。そう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 、跳ね飛びってことだよね。ん、跳ね飛びだよね。古い、知らない今の子供。でもさ、跳ねてさ、飛んだじゃん。よくできたね。切ってっていう感じで、まあこの4秒節やっていくんですけど、本当にすごいシンプルですよね。シンプルでもすごい、このマーカードリブル、このスペースがあれば、すごいできるので、結構ここからいろんなものつなげられますよね。そう、これがあることによってこうついてきたらエラシコとかできるようになるし、1個覚えていけば結構いろいろ、そう、はい、いろいろできるようになるんで、ほんとぜひ皆さんこの練習ね、まあリズムに乗って、やってみるといいかなと思います。しっかりこんな感じでね、って感じね。すごくまっかめっちゃめっちゃって感じで、一番いいかなと思います。で、いつも動画で話してるんですけど、今ね、あのチャンネル登録していた方に全コーチ RWS 全コーチの動画ね、14個ですよ。14個無料でプレゼントさせてもらってます。その応募方法はなんとなんと簡単、お住まいのご地域、ね、例えば、大阪の方だったら関西支部の公式 LINE、埼玉県の方だったら埼玉県関東支部の関東の公式 LINE、 概要欄に貼ってあるんで、その概要欄から URL ポチッとクリックしてもらったら、全コーチの動画とメッセージをいただければ、それだけで動画を無料でそのまま送らせてもらいます。まああとはいろんな情報来るんでね。そう、いつもさ、あの YouTube の投稿とかにもさ、例えば相馬コーチの、あのそう、これ教えたかった、単発ドリブル塾っていうのやってるんですよ。土日に不定期で単発ドリブル塾 in 上尾市とか in 川越市とか、そういうのを YouTube の投稿に書くんですけど、そっから見て申し込みもらった時にもうキャンセル待ちになっちゃってる。やっぱ LINE が一番早いっていう。そうですね。そう、公式 LINE で届くんで、その LINE を登録しててもらえると、そうイベント系はそう、もう秒で埋まっちゃうんで、嬉しいことにね。なんでそういうためにも公式 LINE 追加しててもらうだけでも、それも動画もらえるっていうのは素晴らしいことなんで、でまたあの来年の4月からも、僕たち埼玉でやってるんですけど、埼玉のスクールでもね、空き状況出たりとか、していくと思いますんで、あと全国もそうですね、なると思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録の方と公式 LINE の追加お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。フットボールドリーム。